シカゴ、バンド。シカゴ、シカゴは、アメリカのロックバンド。ロックにブラスを取り入れた形式のバンドとして先駆的な存在であり、同じジェームズ・ウィリアム・ガルシオがプロデュースしたバンド、ブラッド・スウェット・ティアーズやなどとともに、ブラスロックと呼ばれた。シカゴで結成されたが、プロデビュー後の活動拠点は、ロサンゼルスである。1967年に、 デポール大学の学生たちが中心になり、全身バンドである、ビッグシングを結成。1969年に、ジェームズ・ウィリアム・ガルシオのプロデュースにより、コロンビアレコードからデビュー。その後、シカゴ・トランジット・オーソリティ、シカゴ交通局からシカゴと、番名を変えたが、これは、シカゴ交通局からの苦情がきっかけであった。バンドは、 デビューアルバムから3作連続で2枚組アルバムを発表。1970年にはシングル25は624、放題、長い夜が大ヒットした。その後も僕らに微笑みを日本では72年にヒット、クエスチョンズ 67&68、ビギニングス、ダスエニバディリアリーノーホワットタイムイットイズ、一体現実を把握している者はいるろうか サタデイン,イン・ザ・パーク、ダイアログ、俺たちのアメリカ、愛の絆、君と二人でなどを発表し、シカゴは人気ブラスロックバンドとなる。1972年の大統領選挙では、ポール・サイモンらと共に、反戦候補のジョージ・マクガバンを熱心に支援したが、マクガバン候補は当選できなかった。初期には政治的な歌詞を持つ曲が多かったが、徐々にその特徴は影を潜めた。 74年のアルバムはブラスロックを放棄したかのような内容でロックファンを失望させた。75年にはオールドデイズなどで一時的にブラスロックを復活させたが、その後は AOR、歌謡ポップスロセンを歩むことになる。1976年にはラブバラードである If You Leave Me Now、愛ある別れが全米ナンバーワンになった。 77年には、朝もやの二人もヒットした。その後、バンドの中枢であったギタリストのテディ・キャスの、拳銃暴発事故、自動式拳銃の薬室に残った弾丸の誤発者による死亡、プロデューサーであったガルシオの解雇などにより、グループ方向性は変化した。トム・ダウドプロデュースのアルバム、14は失敗する。しかし年代に入って、 フルムーン、ウィーケーに席し、デイビッド・フォスターをプロデューサーに迎えて復活。以後は1982年の、ハード・ツー・セイ、i a m Sorry、素直になれなくて、1982年ビルボード年間12位、など、ラブ・バラード路線のヒットを出した。だが21作目のアルバム、21の売り上げが低迷したことから、バンドとレコード会社の関係が悪化し始め、アルバム、 22として制作された自作ストーン・オブ・シュシーファスがレコー会社の希望する路線と異なっていたことからアルバム発売が中止されてしまう2008年5月6日放送ベストヒット USA でのロックネーンパン口の発言よりこれがきっかけとなりバンドはへ移籍ビッグバンドジャズのカバー集であるアルバムナイトデイ、ビッグバンドをリリースした 2008年4月には日本でヒューイ・ルイスザニュースとジョイントコンサートを行った。2008年6月、日本国内版は7月にはかねてからお蔵入りとなっていた22ストンブシシファスがクシーストーンオブシシファスとしてリマスターされ発売された。これまでに全世界売上は1億2200万枚を超えている。2016年4月、 ロックの殿堂入りを果たした。受賞式でのパフォーマンスでは、サタデインザ・パーク、ダス・エニバリー・リアリーフホアット・タイム・イット・イズ、長い夜を披露した。殿堂入りでのパフォーマンスでは、元シカゴのダニー・セラフィン、ドクターも参加した。ベースのピーター・セテラもプレイしたいという希望を公表していて、話し合いも進んでいたようであるが、いくつかの理由でバンド側との話し合いが決裂し、 最終的には、パフォーマンスもパーティーにも出席せず、アイスホッケーの試合を見に行っていたそうだ。そのいくつかの理由においては、ピーター・セテラが、今の自分のバンドの曲を演奏したがっていたこと、ヒット曲、長い夜のキーを A から E に下げたがっていた、ブラスがあるためこのような大きいキーチェンジは難しかったことが、キーボード、ロバート・ラムのローリングストーン紙でのインタビューでわかっている。 2017年1月1日、米 CNN において2013年に撮影された、シカゴのドキュメンタリー映画、The History of Chicago, Now More Than Ever が放送される。2017年には、ロバート・ラム、ジェームズ・パンコー、元シカゴのピーター・セテラが、ソングライターの殿堂入りを果たした。2017年、シカゴは50周年を迎えた。2018年、シカゴは、 新メンバーを迎え、REO スピードワゴンとのジョイントツアーを開催することを発表した。四股五倍デクズライブ、This is ワット what we do の発売を決定した。前身となったバンド、ビッグシングは、ロバート・ラム、VO、キー、テリー・キャス、VO、G、ジェームズ・パンコー、TB、ウォルター・パラゼーガー、ウッド・ウィンズ、D ・ロック・ネーム、TP、ダニー・セラフィン、 ドラムスの6人で結成され、さらにピーター・セテラ、VO、バスが加わった。その後、元、セルジオ・メンデスのメンバー、ラウジールジ、オリベーラ、パークが加入。アルバムへの参加は、バから14まで。アルバム、クサイのリリース後には、テリー・キャスが死亡している。またアルバム、ホット・ストリッツ、12、で、元スティーブン・スティルスのバンドメンバー、ドニー・デイカス。 V.O.G. が参加するが、アルバム13のリリース後、ほどなく解雇される。アルバム16より、元サンズ・オブ・チャンプリンのビル・チャンプリン、V.O.K.G. が参加する。17ではクレジットのみ、クリス・ピニック、G. がメンバーとして表記される。ちなみに、アルバム内ジャケットにあるメンバーの集合写真には、クリスを含まない7人のみが映る。を最後に、 当時のシカゴのヒット曲でボーカルを担当していたピーター・セテラ、VO、B がソロ活動に専念するため、脱退。代わって、18より、元キーンのジェイソン・シェフ、VO、B が加入。19を最後に、オリジナルメンバーであるダニー・セラフィン、ドラムスが解雇される。理由としては1989年に行ったロンドン公演でダニーは、 妻とロンドン観光に出かけリハーサルを無断欠。挙句には時差ボケもあり、その日のライブはひどいものになった。そこでメンバーと喧嘩になり、バンド側から解雇されたという。ロバートラムによれば、彼は音楽以外のビジネスなどにのめり込み、バンドのことを考え出さなくなった。彼はバンドを二つに分けてしまう可能性があったし、辞めさせざるを得なかった。 19でセッション参加していたドーエイン・ベイリー、G は、21より、正式メンバーとなる。アルバム21、ナイトデイ制作中には、ドーエイン・ベイリーが解雇され、代わって、キース・ハウランド、G が、メンバーとして迎えられる。なお、このアルバムのレコーディングには、ブルースが1、G が参加。2006年3月には、XXX が、21以来15年ぶりとなる。 全曲新作のオリジナルアルバムとしてリリースされるが、健康問題により、d ロックネーム、TP は、レコーディングには参加していない。2009年8月、ビル・チャンプリン、v o キー、g が脱退。理由としては、ビル・チャンプリン本人が、ここにいる観客が来た理由は一つしかない。自分を見に来ていると発言したためだという。ルーパーディに、v o ーがメンバーに加入し、 チャンプリンが担当していたボーカル、アイアイム、エーマンの3番手なども引き継いでいる。2009年、トリス・インボーデンが、ガンによる病気療養の間、ドリュー・ヘスターが代役でドラムを担当した。インボーデンの復帰後、ヘスターは、パーカッションとして、ライブに参加しており、正式メンバーに近い活動をしていた。2012年、ドリュー・ヘスターが離れ、ウォルフレット・レース・ジュニア、 ガーパーカッション担当の正式メンバーとして加入した。2016年、長年、ピーター・セテラの後任として活躍してきた、ジェイソン・シェフが、家族の健康上の理由で脱退し、ジェフ・コーフィーが加入した。ジェフ・コーフィーは、元メンバーのピーター・セテラ、ジェイソン・シェフ、アース・ウィンド・アンド・ファイヤーとのジョイント時を含むのパートを、引き継いでいる。時期は不明ではあるが、公式 HP によれば、 2005年からウォルター・パラゼーダーの代役を務めてきたレイ・ハーマンが公式メンバーとして迎えられている。なおウォルター・パラゼーダーは脱退はしていない模様であるが、ここ最近のライブには姿を現していないことが多い。アメリカのウォルター・パラゼーダーのウィキペディアによると彼は2016年でツアーから引退している。公式サイトによるとメンバーとしては在籍していた。 ロバートラムによるニュー、ジャージー・ヘラルド紙のインタビュー、ウォルターは、心臓の状態により、ツアーからは脱退している。シカゴは現在、シカゴ37を制作中であるがそこに、ウォルターが3できるかは不明である。2018年1月17日、ドラムスのトリス・イン・ボーデンがシカゴを脱退、ツアーにこれ以上同行しないことを明かした。理由としては、妻ともっと時間を過ごしたいとのこと。 2018年1月19日、ベースのジェフ・コーフィーが脱退。元ドラムスのトリスと同じように家族との時間を大切にしたいということである。2018年1月22日、元ベースのジェイソン・シェフが自身の Facebook を更新し、彼に感謝のメッセージを送り、ピーター・セテラも1985年に自分に同様のことをしてくれたことを明かした。同日、 新メンバーが発表された。ドラムスにはパーカッションとして在籍していたウォルフレット・レース・ジュニアが務めることになった。リード・ボーカルには今まで通りのベースが弾けて高音が出せるプレイヤーを選ばず、カナダのニール・ドネルが選ばれた。彼はシカゴのカバーをハイレベルで行っておりシカゴのライブにもげと、プレイヤーとして U デザインスピレーションを歌ったことがある。ベースには ブレッド・シモンズが入った。彼は様々なミュージシャンのバックバンドやレコーディングに参加してきた模様であ。ウォルフレッド・レイエス・ジュニアの代わりのパーカッションは彼の弟、ダニエル・レイエス、ダニエル・デラス・レイエスが参加した。その後、一時的なメンバーだったダニエル・レイエス、ダニエル・デラス・レイエスはツアーを離れ、2018年ツアーはラメン・レイ・ユー・スリスが参加する。 2018年7月、公式ホームページの改修に伴い、2016年からツアー、メディアともに姿を表していないウォルター・パラゼーダー、サックスは名前が消え、事実上の脱退となっている。ライブやメンバーの変更により曲のアレンジがかかっていることがよくある。イントロダクション、イントロダクションテディ・キャスの死後、ロバート・ラムが歌うことが多い。 しかし時にビルチャンプリンが歌う時もあった。文字の通りライブの始まりに演奏される。Does anybody really know who at time it is? 一体現実を把握している者はいるだろうかロバート・ラムのフリーフォームのピアノから始まる。この曲は1970年代前半まではオリジナル版のリに始まっていたが、近年ではその後から始まるブラスから始まる。 そして時にその後に来るテンポが変わるピアノの部分も省略されることがある2004年前後。それに加え、コーラスの部分は、ジェイソンシェフへの変更後アバウトタイムマイナスのところは伸ばさないようになっている。クエスチョンズ 67&68、クエスチョンズ 67&68 主に、ジェイソンシェフ加入前後、ピーター・セテラを含むに、 最初のブラスの部分が省略されていたり、イントロから出だしはリズムがゆっくりになるのが原曲であるが、リズムをイントロと変えず、落とさず演奏している。ビギニングス、ビギニングズテリーキャスはライブではエレキギターを使っていた。テリーキャスの死後、ロバートラムがアコースティックギターを持って演奏している。オリジナルでは最後パーカッションで終わっているがライブではブラスで終わるようになっている。 ロバートラムの喉の不調時、1994年には、ジェイソン・シェフが代わりとして歌っていた。アイ・アイム、エーマン、アイムア・マンテリー・キャス氏後のライブでは、歌詞が省略されロバートラムから始まる部分、ピーター・セテラ、ジェイソン・シェフ、ジェフ・コフィから始まる部分、そして、ドラムバルもしくはドラムソロが入り一旦曲は終了し、また曲が始まり、ビル・チャンプリン、 ルーパーディニで始まる部分で終わることもある。ピーター・セテラは昔から最初のベースのアレンジを少し変えている。メイク・ミー・スマイル。僕らに微笑みを1980年から1990年終わりまではその後に続く。ソーマッチ生、ソーマッチギブに続かずカラー・マイ・ワールドで終わっている。ロバート・ラムはこの曲を何度か歌ったことがある。カラー・マイ・ワールド・テディー・キャスの死後。 ロバート・ラムやビル・チャンプリンなどが歌ってきたが、近年はリー・ロック・ネーンが歌っている。伴奏はロバート・ラムであったり、ビル・チャンプリンだったり、ルーパー・ディニであったりする。Now more than ever.1970 年代、テリー・キャスの在籍時にはギターソロがある。最近では、始まりから、サビまでのカウント数が決まっている。25は624。2 4 長い夜最初のギターの流れ一回でブラスが始まることもあれば逆に長かったりといろいろなバージョンがある。感想のギターソロの部分にブラスが入るようになったのは1990年半からである。オリジナルにはギターソロの後に4小節の秋があるがここにメロディーが加えられていたりすぐにブラスの部分に戻る時がある。ロックの電動入りのパフォーマンスなど。ピーター・セテラは キーを下げて歌っている。なお、同時期、ロバート・ラムは、自身のライブでは、原曲キーで一部分を除き歌っていた。フリーライブでは、ウォルターのサックスソロや、その他メロディーが足されている。これはシカゴ4からのものでありかなり初期からこのアレンジが、使用されている。ハッピー、コーズ・アイ、エム・ゴー・イング・フォーム最初にエレキギターが使われている。1&2、2 1は、 ダイアログには主な変わり目はないがルーパーディニが歌う、時にはアレンジにより違うテイストの曲になっている。パートには原曲からは大きく変更されていることが多く最初にキーボードが入る場所があるがそれがカットされている。言っているのは主に We Can Make It Happen, We Can Change the World Now の二つである。80、90年代はオリジナル版のように We can make it hectare で終わることも多かったが近年ではブラスで終わるようになっている。サタデー・イン・ザ・パーク、サタデー・イン・ザ・パーク歌詞の変更や多少の変更がある、なおロックの殿堂入りでのパフォーマンスでは、ダニー・セラフィンによるアドリブによるドラムが入るとこがあったり、ビル・チャンプリン在籍時には彼のアドリブのシンセサイザーによるアドリブが入ることが多かった。 ロバートラムの喉の不調時、1994年には、ビル・チャンプリンが代わりとして歌、いた。ロバートラムによると2番の歌詞にある、A マンプラスギターの場面では、子、テリー・キャスを思いすべてのライブで点を見上げているのだと、いう。ハードイ、ア i ア m sorry、素直になれなくて、テンポなどが多く変えられている。基本的にキーは下げていない。ソロ活動中のピーターは下げて歌っている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。